さあ、というわけで頑張って引いていきましょう。うん、うん、そうだね。もうなんかね、持ってない迷彩ないんじゃないかなっていうぐらいもう迷彩揃ったよね。うん。あ、やったー。あー、チャイラレイク来た。これマックス GL って書いてるんだ。多分これ意味的にはマックスグレネードランチャーってことだよね。GL ってことは。だからマックスって書いてあるとなんかで、某パズドラの村井さんが出てくるんだけど、てかマックス GL さんはどうなんだろうね。最近みんな見てるパズドラとかモンストの実況、なんかね、最近アプリって言ったらやっぱパズドラモンストが今まで強かったじゃないですか。なんか3年前が大体パズドラがすごい人気で、2年ぐらい前にモンストがグッてきたと思うんですよ。で、そっからパズドラモンストみたいな形でこう結構上下してたんですけど、再生数で言ったらね、全然COD よりまだまだ上で、最近なんかモンスト系の実況者さんが大体登録者数100か200ぐらいかなの方がいたんですけど、1ヶ月後4000になってましたからね。まあ僕らがプラス月4000伸びるっていうのは全然普通なんですけど、やっぱその100とか200から4000伸びるって、やっぱそのコンテンツがすごい伸びてるって証拠なんですよ。っていったところでね、まあその人のキャラもあるだろうけど、まあまだまだ根強い文化なんだなっていう風にちょっと思いましたね。っていったところでね、皆さんパズドラモンストって実況見てますかね。どうなんだろうね、アプリ実況って。まあ最近 COD もどちらかといったら新作が次滑っちゃったら確実に実況文化も終わっちゃうんで、衰退していくんじゃないかなっていう風にはちょっと予想はされてるんですけど、ただね、やっぱりパズドラモンスト見てるとやっぱ長いことやってるじゃないですか。まあやっぱり根強い文化なんで、まだまだ続いていくのかなっていう形ではありますね。パズドラモンストが続くんだったらCOD もみたいな形で思いますけどね。ただまあやっぱり COD とパズドラの違いって言ったら、まあ追加要素の違いですかね。っていったところですけど、 BO3 新規がねまた新しく来てくれたらいいんですよ。パズドラモンストって結局新規がこう湧き続けるじゃないですか。僕らって多分新規が増えるよりも減ってる数の方が多いんで、そこをね、どう維持しながらプラスに持っていくかっていうところで多分重要だと思うんですよ。基本的にゲームをね、やる人口が増えたとしても、見る文化がなければ、僕らはね、あんま救われないんですよね。だからこう、もっと運営さんが人口を寄せるとともに、まあ、動画を見る文化っていうのを作った方が、まあ、継続的にゲームをやってもらえるんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですけどね。なんか、ただ単にこのゲームで、あ、こういうゲームなんだ、みたいな、別に動画とか見ないよっていう、そういうよりかは、このゲームの動画を見て、すごいファンでって形の方が、まあ、次回作だとか、こういう課金要素が出た時に、買おうかなとか、課金してみようかなっていうふうに思わせられるんじゃないかなっていうふうに、思いますけどね。なんか、お前が何を語ってんねんっていう風にたまにコメント書かれるんですけど、もうちゃんとコールオブデューティーさんからバジリスク、ジャノさんが今回ワールドウォー2先行プレイして、どこが悪かったとかどこが良かったですかっていうところとか、まあレッスンしてくれっていう風に言われて、なんかそう思うとなんかすごい嬉しいですよね。やっぱこうやって普段実況やってて、こう今回のアップデートあれクソでしたよねっていう風に語ってて、いやなんかお前が語んなよみたいな、公式にどうせお前が喋ったところで何も伝わんねんだからよみたいな、悪口だけ言うなよみたいな形でコメント書かれますけど、それもなんかやっぱりこうやってね、意味ある形となっていって、なんかすごいいいなっていう風に最近はちょっと思いますよね。やっぱやっててよかったですよね、実況は。なんかガチャ動画に関して喋れないですね、ってかそもそも。というわけで、とりあえずサブ武器のチャイナレイク先輩は出ましたね。はい、こちらポンプアクション式のグレネードランチャー。グレネードは発射後10メートルで衝撃で爆発する。いやー、10メートルで衝撃爆発なんで、10メートル以内だと爆発しないって形ですかね。ダメージ量で言うと、そうだな、ダメージ量で言うと、あれですね、 XM53 と同じですね。ダメージ量は一緒なんですけど、飛距離だとかがちょっとないかなっていう形ではありますね。そうなんだ、 XM53 の上位互換かな。まあグレネードランチャーということで、今回初めてその対空ができないランチャー系が出ましたね。 L4 とか全部できるんですけど、今回初めてできないということで、ちょっと期待というか注目されるポイントなのかなっていうふうにちょっと思います。とりあえずある分引いちゃいましょうかね。もう話すネタないですからね、これ。1ヶ月分ぐらいのトーク持ってきましたから。面白い話か。なんかね、面白い話っていうか、まあいろんな話すものがあって、例えば低評価の仕組みって皆さん知らないですね。例えばYouTube ってなんで低評価あるか皆さん知ってますか？単純にその動画を評価するためだけではないんですよ。てかむしろ単純に動画評価とかいらないですもん。運営からしたら、公式からしたら。なんであるかって、まあもちろん評価も多少なりとはあるんでしょうけど、重要なのはそういうことではなくて、運営のその審査なんですよね、その動画の。この動画はいい動画なんだとか、この動画はダメな動画なんだっていう風に運営のあくまで審査なんで、低評価を押されようが、高評価を押そうが、高評価は確か急上昇かな。確か高評価急上昇に乗りやすいとかそういうのはあるんですけど、低評価に関しては特にないんですよね。それでなんか関連動画に表示されないということもないですし、
あのむしろそのむしろ再生される動画ってすごい低評価多いんですよ。あの外部から再生されてるわけなんで、基本的にあの身内だけの動画って低評価なかなかつかない、つきにくい動画ではあるんですよ。やっぱり自分のリスナーさんしか見ないから。で、自分のリスナーさんプラスちょっと新規を見た時に、うわ何やこいつって思って低評価をするんですよ。次からそのリスナーさん来ないんで、継続的に押されるってことはなかなかないんで大丈夫なんですけど、やっぱりその低評価の多い動画って伸びてるんですよね。だから逆に低評価が多い方が伸びるんじゃないかなって言ったら、こう逆にみんなが低評価押せっていう文化になっちゃうからやんないんですけど、ただまあやっぱり低評価ってあんまり意味のないものではあるんですよ。低評価の意味って実はそういうことではなくて、あのお金に関係してるだとか、まあそういったお話がありますので、まあもしね YouTube の裏側じゃないんですけど知りたい方いましたら、ぜひとも通知が届くようにチャンネル登録お願いしますっていうね、あの決まり文句なんですけど、あのチャンネル登録していただくと、あの通知が行くっていうか登録チャンネルのところに表示されるんですよね。と登録ボタンの横にあるなんだろう、ポップアップのなんかベルみたいなマークかな、あれを押してもらうと通知が多分届くんですよ。なのでまあポップアップは正直ね、あのどうだろう、ポップアップもやってほしいっちゃやってほしいんですけど、ポップアップで出てくる邪魔じゃないですか。僕基本的にどのサイトのやつもポップアップ消してるんですよ。なのであのポップアップが出てくると割となんか普段の生活でイライラしてる時とかあるじゃないですか。それで強制的にポップアップ出てきた時とか、スクフェスやってる時とかね、あの下からポーンって出てきたらブチ切れちゃうんで、俺今やってるやんけみたいな。そう、だから基本的にポップアップ通知はオフにしますけど、おいまあ基本的にオフにはしてるんですけど、まあやっぱ多少は出てきますよね。だからまあポップアップ正直して欲しいっちゃ欲しいんですけど、してもらうとね多分邪魔になると思うんで、そこはちょっと強要はしないかなっていう。ただまあチャンネル登録していただくとね、まあやっぱなんだろう、モチベにもつながりますし、やっぱりね定期的に動画見てほしいなっていう、あの毎日動画見てほしいっていうよりかは、なんだろう、1ヶ月に1本でもいいから、ジャナさんがこう更新してるからなんかあいつ何やってるんだろうなぐらいでいいんで、ちょっと見てほしいなっていうふうにちょっと思いますね。はい、というわけでまあポップアップまでしなくていいんですけど、あのぜひともチャンネル登録していただけたらありがたいです。というわけでどうだろうな、なかなか出ないですね、アバカン先輩も。とりあえずある分引いていこうかなと思ったんだけど、これもしは追加課金かな。だってもうあれだよね、残しちゃうと次がね出た時に例えばアバカン被っちゃったりとかしたらほんと辛いもんね。契約のやつ一応ありますけどね、確定ガチャか、確定ガチャの10のやつはありますけど、ちょっとねそれも使っちゃうと、次回出た時というか本当に星吹き出た時に引けないので、自分ねスカーが欲しいんですよ、アバカンじゃなくて、すごい失礼な話、アバカンもねやっぱ形としてはすごい好きですし、正直美容するの時使ってたんですけど、正直やっぱり自分はね、PUBG でもありますよね、スカーが本当に好きなんですよね。スカーのね大きなフォルムいいですね、本当に。でドシって構えてて、もうあの威力の高い AR ですよ。やっぱりアバカンよりスカーの方がサーチとかは強かったですね。やっぱりアバカンももちろん命中精度だとか、そういったところではすごい強い武器にはなってたんだけど、やっぱり自分としては壁抜きだとか速度計瞬度計っていう最悪だとかで言うと、スカーもなかなか魅力的だったなっていう風にちょっと思うんで、あれこそなんか FPS してるって感覚ですよね。最近の COD ってちょっとブレが大きい武器ってあんまないですよね。ヌンチャクだねこれですね。はい、出ないですね。 AN94 マジか。これ出るまでちょっと引いてみたっていうタイトルであげたいんで、頑張ってくれよな。マジか、全然出えへんね、やばいな。アバカン先輩もう話そうと思ったらいくらでもね雑談することはできるんですけど、ちょっとねネタを使いすぎると今後の実況生活に支障が出ちゃうんで、ちょっと温存させていただこうかなということで、久々にちょっとブラックマーケットガチャの解説していきましょうか。オーバークロックですね、ハイドですね。さあさあやっていきましょう。降臨カードこれで全部揃ってますね。6分の6、サバイバーなかなか出ないですね。エピック、おっとバンシーな、なんかそういう変わり種の武器欲しいですよね。レーザー武器っていうのかな、 IW はもうレーザー武器一択じゃないですか。ただまあこのゲームに関してはちょっとレーザー武器がねバンシーとリフトかなしかないので、欲しいところではありますよね、そのレーザー武器っていうのは。てか IW の武器をちょっと BO3 出してほしいですよね。そういうところはあります。てか IW の新武器の SR あるじゃないですか、トレック50、あれもねなかなか欲しいですね。こちら BO3 でもワンショットワンキルの SR とかもうロマンじゃないですか。いやどこに当たっても一発とか多分みんな使うと思うし、 SR2-2 とかあれがメインになっていくんじゃないかな。まあ一応 DLC 武器っていうか追加武器はなしなんだけど、みんなからさトレック50なんて言われたら分かんないもんね、 IW やってない人は。まあそういった形で結構ね IW の方も武器追加来てるんで、ぜひとも IW の武器見てほしいなっていうところではあるんですけど、
出ないですね。なかなか出ないですね。クソかなこれは。マジか。2万円課金してその重複分だとかいろいろとやっても出ないという形なのか。これちょっと考えようですね。これはアクティビジョンですね。これちょっと深刻ですね。ほんと出ないな。マジか。シャドウブレード。あ、メラメラやったわ。マジか。全然出えへんな。挑発とか新しいの追加してくれたらいいんやけどね。挑発モーション欲しいですよね。次の機会。ねえよ。もうねえんだよ、暗号機が。あ、これ出るってことかな？次の機会だから。なるほど。あー。拍手。てか、この重複アイテムを暗号機に変換してます書いてあると思うんだけど、これ最初からやってほしいよね。引いた段階でそれをプラスに変えろっていう。多分 IW はね、まああれ、暗号機じゃなくてサルベージなんですけど、まあその場ですぐ還元されてるんで、なんかわざわざこれをする意味があんまりないかなっていう。まあさせることに意味があるのかな。あ、やったーって溜まった分、ね、課金したらプラスで重複分が返ってくるぞ、みたいな、いうそのお得感を出させてるのかな。お得感を出させるための重複なのかな。出してくれたらいいんだよ、出してくれたら。てか、お金で買うシステム来てほしいですよね。お金で買うシステムの方が俺圧倒的にいいと思うんだけど、そしたら売り上げいかないもんね。BO3 と IW の課金額、えぐいですからね、今。PSN の追加コンテンツかなのランキング常にトップ入ってますからね、BO3 と IW。みんな課金してますから。すごいみんな課金してくれてるんで、このゲーム。やっぱ、実況者だけじゃないのかなっていう風にちょっと思いますけどね。意外とみんな課金してますね。なんか1000円課金しましたとか2000円課金しましたっていう人もいますし。やばいな、このガチャガチャ。闇深。はい、60。楽勝レア。やばもう全然出えへんやん。嘘はぁ、あ、はぁ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 。マジか。マジか。まあ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 。限度額来たよ。行く。限度額はマジでやばいって。やばいやばいやばいって。俺マジでやばいやん。やばいって。限度額、クレジット限度額やばいって。嘘。マジであれからプラス1万課金しようと思ったけど、マジで限度額来てて課金できへんやん。クレジットの限度額、ちょっと待って、めっちゃ携帯ならへんけど、これ限度額やろ。多分ね、限度額俺確かね、こっちのやつ50なんだよ。で、もう一個の方が会社用のやつがあるんだけど、多分ね、会社用のクレジットを使っちゃうと、いろいろとまずいことが起きるんで、クレジットがなくなっちゃうと、クレジット払いのみとかたまにあるんですよ。クレジットでしかダメですよっていう時が。そういう時とかね、マジで辛いよね、これ。やば！限度額来たわ、やばいって。待って、7月頭やん。7月の中盤で。クレジット限度額が半端ないって。やば、どうしよう。やば、どうしよう。課金できないっす、自分これ。マジか。COD で限度額来たの初めてだな。